からなんでこんにちは配信してますけど大丈夫ですかあはい大丈夫えなんかなんでチュートリアルワールドっぽいえさっきからなんかそんな感じなんですかここすいません初めてで何も分かってなくていや僕も今日初めてなぎさに入ってきたんですけど <laughs> 私も今日なぎさ初めて同士しイエーイ、うん、あれですよあこんにちはイエーイ初めてどうしじゃ PC あの PC なんであの <laughs> 手が動かせないんです PCPC 系 PC なんですねあじゃあまだ VR チャットを やられてはいはいあのヘッドそうなんですヘッドディスプレイじゃないんでうん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 赤はいいの赤はいいのあのここ VR っていう、v、あの YouTube チャンネルやっててそこで今配信中ではいあ全然大丈夫ですたぶ多分,、えー、多分パパ高いた方がいいから何でも大丈夫うん写ってるよ映ってます大丈夫です全然弱小チャンネルなんですけどね。 すごい最近なんか人気のここ VRCOCOVR っていうチャンネルです。ああそういうことですね。VR 専門ってことですね。VR チャットのワールド紹介ばっかりやってて。ああはい。私もワールド作ったりアバター作ったりしてて。めちゃめちゃ VR 詳しいとこですね。全然もう全然だって配信とか撮影以外も全然。 そうワールド私じゃなくてスタッフなんですけどなんか自分で作ってるように思われるあ,、うんうん、あそうなんですねそうなんです私何にもできない、うん、実は何にもできない人多分ここはあのそういう見た目ってだけでそういうことなんだだからジャパンチュートリアルワールドとか<の>富士山とかそこに,にあのいろんなルームがあるんだあの海以外に。 ああそうですねななんかありました、ねうん、ちょうどあのメタフェスかなんかのコラボの部屋さっき当たりましたけどええー、か企業とのコラボタイアップか何かであタイアップで部屋がっていうの、うん、あはい。VR の同人に即売会みたいな感じですかね多分それのタイアップでなるほど企業とコラボしてる部屋がありましたね企業とへえいろいろあるんですねすごい企画ですよね知らない人と一対一で話す ワールドなんてそうですね僕もこんなに喋ると思ってなかったんですけど、うん、多分10人目ぐらいでもう何人喋ったか分かんないどういういワールド好きですかでも歴が浅いんで分かんないあのそんなにいたあまり行ったことないあそうですじゃあうちのワールド来ていただいたらうちが一番好きになると思いますそうですね、うん、勝手にぜひいらしてくださいあめ,めっちゃワールドありますね うん、あのスタッフが頑張ってね最初あの VR チャットに来て1週間目で1個スタッフが作ってくれて私絵描きなので自分の絵を展示するワールドをまず作ってでもなかなかねアートが好きな人じゃないと来てくれないので、あのー、ちょっとチルワールドとかいろいろ作ってそこをきっかけにアートに興味持ってもらったらなと思ってうん。 なんか宣伝しに来てるみたいですね私いつも普通に撮影してそれをあの編集スタッフに渡して編集して動画アップで配信はたまあのこれからももっとやっていきたいんですけどすごいあのたまにしか配信してなくてもっと配信しないとと思ってこれからもっと頑張ります前もそうやって言ってすごく空いたんですけど今日は本当です,いいです、ね、今日からは本当です、うん、本気です今人増えてますし そうスタッフが今新しい人増えてるからみんなを洗脳してこい <laughs> そう古い人洗脳できないからうかそう新しい人うしいい <laughs> そう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 ,そうあ終わっちゃった今配信してますけど大丈夫ですかあ全然大丈夫ですよ,よかったありがとうやさすイーティーありがとう <laughs> <laughs> あのここ VR っていう YouTube チャンネルの弱小チャンネルの、えー、そんなんあんまり人見てないんですけどはいはいはい、はい 今ちょうどあの1万5万五千人ぐらい見てる感じでじ嘘です嘘です嘘です嘘なんですか5人ぐらいです1万5万五千って言ったら相当大手じゃないですか <laughs> <laughs> 嘘です そこまでですする気もないですけどね <laughs> それまで普通に YouTube チャンネルしてたんですけどせっかく VR 始めたら VR チャンネル作ろうってなって作ってワールド紹介とかしてやってるんですけどはい、はい、か普段全然人と話さないので今日はスタッフに「ワールドとあ<ー>あの YouTube の宣伝してこい」って言われてあ言われちゃったんですか言われてて、うん、ておりますのので<ー>私と出会ったたらうちの、うん、何何何どこ何見んあ、いいえ なもうここでもう一人一人もう宣伝しまくってすっごい手間だよねそこで100人集めようと思ったら3日ぐらいかかりそう <laughs> でも3日で行けるんだったらすごいじゃないですか <laughs> そうで PR 力ありますよ <laughs> でもねあのこの前えっ、ー、とねこの先週ワールド新しいワールドを公開してなんかねなんかやたら海外の人が多い日本人よりなんか日本人受けしない私のワールド。<laughs> <laughs> うん、どんなとこですかワールドわ私は、ね、絵描きなので絵を展示してるワールドがメインなんですけど先月と今月一個ずつ作ったのがチルワールドとかもうアートのワールド作ってても結局誰も来てくれないんだと思ってチルワールド作ったりしてこの前作ったのがひまわりのワールドで、はい、そっから流れてきてくれる人が結構いてそうなんですね。 いいですね、うん、やっぱりみんなに、あのー、あ<ー>気に入られるもの作ってそこにねつつましやかに絵を飾るのがいいなと思いました見て見てって言うんじゃなくて<ー>私の絵見てって言うんじゃなくてそうですよねうんやっぱ絵描いてるといろんな人に見てもらいたいですもんね見てもらえたそれで初めて成り立つもんねアートって見ていただいて多分思考は違いますけど、あのーうん、一応イラストとか描いたりはしてたのであそうなんだ へーワールドとか作ってないんですか、はい、ーワールドとかは。ワールドまだ作ってないんですよ。ちょっと作りたいなって最近思ってて。え、VR チャットに来て何年目ぐらいですか,ですかまだ年っていう単位でもないです。まだ1ヶ月。ああ<ー>。もう少し二2ヶ月ですね。ということは2年ぐらいの感じですね。リアルの世界で言うね。濃いので。<laughs> なるほど。はいはい。<laughs> え、まあ、私その感じ。感じはい、私その感じです。あ本当ですか私ちょうど2年ぐらい。 もう2年ぐらいかな1年半か2年ぐらいになるので自分の中では10年ぐらいいる感じああ<ー>、うん、水も甘いも苦いも辛いも全部見てああ最近辛いと苦いしかちょっと周りなくて甘いが欲しいですねうん、うん、甘いが欲しいですかお砂糖欲しいですかお砂糖欲しいですか<ー>その甘いじゃなくてできたことないですけど甘い甘いはそうだな なんか普通に楽しくなんかおしゃべりしてたいですねうんやっぱりそうですよね楽しいのが一番ですよね人生は楽しさが、うん、だってさあの,あの世に行く時にさどれぐらい楽しかったかって絶対思い出すと思うですよね絶対そうだと思う瞬瞬間に嫌な思い出ばっか思い出してもあれですもんね、うん、そう何の話してるんですもんいこい重い話このワールドで <laughs> 海で <laughs> ね、<laughs> あっワちゃんあ,ありがとう<ー>どんどん行くのこうやって休憩なしでこんばんはこんばんは今配信してるんですけど大丈夫ですか ?OK ーーですよかったありがとう初めましてあのこ o v r っていう YouTube チャンネルで今配信しておりまして映っておりますこのアバター見たことあるちょっと申し訳ないです私ちょっと初めてうん お見かかけしますはじ、ね、め,めましてです。はじめましてです。私だってここ来たのも初めてなので普段あんまり人とあそうなんですかうん触れ合わないので。おー言って自分も、ね、2回目のインスタンスですけど。あそうなんですね。どうですかこのワールドは。どんな感じですかああでもそうあんまり自分交流が好きでなかったんですけどううん、うん、うん、やってみると楽しいですねねすすごいきっかけにになるあ<ー>ー話うう、ね、うんうん、うん逆に1対1の方がね。 そうですね、じっくりと話す空間としてできてるんでうん話すことを目的としてその人も入ってきてるしねだから全然知らないワールドに行った時に人がいても話さないもんねどうもとかそうなんですよ、うん。他のワールドとかだとなんかグループができちゃってるじゃないですかはい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 そい中い自分は入っていは<ー>いは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  勇気ある方ですよ <laughs> そうですかもう入らないようにしてますよそれ,それ知らなくて最初それを知らなくてうん、うん、いいものいい,いいじゃんと思ってパブリックだからいいじゃんと思ってで「どうも」ってこう入っていってそしたらさーってこう出ていかれるみたいな <laughs> 寂しいみたいなそれからあんまり話しかけないですこっそり撮影して終わりみたいな。 なんかうざいおばさん来たみたいな相手からの空気感がよくわかんないですよねそうやっぱりね、うん、顔が見えないのでねアバターなのでねそこがね、うん、ええー、すごいこれどんどんなんですね次から次にそうですねノンストップですねえこれ休憩したいと思ったらどこにどっか休憩部屋あるんですか、まああその例えば奇数人だった時に、うん、誰ともマッチングしない部屋があるかもしれないですしああ さっきそれだったんだ。それか、一回この退室予約をしてもいいんじゃないですかね。退室予約って何ですかこれ。これ何ですか退室予約って何ですか退室ボタンと思ってた。退室予約って何<そ>これ、<そ>この話が。この今自分との会話が終わったら、最初のあのー、うん あなんだ空<間>なるほどじゃあ押しておこうちょっとちょっと,ちょっと押しそう思うはい押しました押したら戻るのいいいんすかなるじゃでやちょっとねあの,あのちょっと全然コメント読めてないのでちょっとだけコメント読もうかなと思って難しいですね配信しながら人と話すってめっちゃ難しい、うん、もうえプロの方ですから。 そんな何のプロですか。え、美しさのプロとかそんな感じですか。何のプロですか。オールジャムですよ。<laughs> そうは <laughs> もうだか VR の撮影してるかワールド作ってるかテストしてるかばっかりなので人と話すことがないんですよ VR であ。ワールド制作者さんですか。あ、あの厳密に言うと私じゃなくて作ってるのはスタッフなんですけど私がやりたいことを言って作ってもらってるっていう感じなんですけどぜひ来てください。<ー>はい。 ここ VR も見てください。映ってるので、今日のアーカイブに。<laughs> なんでなんで笑ったのなんで笑ったの恥ずかしい。<laughs> <laughs> テレ屋さんなんですね。テレ屋さんですよ。自分からね、うん、多分このワールドなかったら話いかないと思うん。じゃあ、すごいいいワールドだ。ね、ここのワールド。めっちゃ助かってます。知らない人とも知り合えるし、こんな変な人とも。 終わった終わった終わったアバターを売り込むならデン君でいくこんにちは今配信してますけど大丈夫ですかよろしくお願いしますでいくバッチリこれでいくえ5分持つかなじゃ一回もうあの体質予約して話し始めるね行くねこれで行くね今誰もいないですこんにちはこんにちはこんにちは <laughs> なんか今咳払い聞こえてましたけど。あ聞こえてるじゃん。もうダメじゃん。もうダメじゃん。<laughs> 戻りますね。すいません戻ります。<ん>戻ります普通。普通はい戻りましたはい。うんダメだった。うん、皆さんだ今配信してるんですけど大丈夫ですか？あ大丈夫大丈夫全然大丈夫ですよ。よかった。ちょっとやばいな。俺さちょっと肘掛け肘掛けにさ前,け <laughs> けに <laughs> 前に肘掛けで前に あのココ VR っていう YouTube チャンネル、弱小チャンネルやっておりまして配信しております。ココ<こ> VR はい。コソコソ VR ですか？ココです。C O C O です。コあ C O C O なんだ。そうです。あ<ー>はい。えあ、ー、でちょっと検索しますわ。ここ終アーカイブ残し残しとくのでしっかり写してきます。はい。前すねさん、<laughs> 前爪さん。<laughs> <laughs> えフルトラですか？全然全然。フルトラ,ルトラすごい動くじゃあ長いんだ。 フルトラじゃなくてこの滑らかの動きは長いんだ長い、うん、長くない ?VR チャットやって560年経つみたいな経、ねうん、たない経たない経たない全然たない <laughs> ちょうどユーザーになったばっかなんですよ俺あユーザーあユーザーねあユーザーねノンユーうん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 っていうことは 1, 1年ぐらいですかね一年ぐらいたたない経たない経たないた早っまだ言うて <え>全然いやユーザーは結構すぐじゃないですかねまだプレイ時間90時間とかなんでうんなえ何始められたきっかけは何ですか VR チャットきっかけ ?VR チャット始めたきっかけはね、うん、えっとねあのあれですね友達に誘われた友達が VR で VR やっててそれで始めたのがきっかけでへえ うん、最近有名な方いらっしゃるじゃないですか。VR チャットで <laughs> な渚を作った人が有名な人なんですか？あ、終わっちゃった。せもっと話聞きたかったのに終わった。うん、今度じゃあ咳払いしないように行きますね。もう入ったら咳払いなしで、もうデン君になりきる。じゃあ今度咳払いなしで最初からデン君で行きます。もう出しませんえ。地声。